日本の英語教育は一番欠けてるので、表意するっていう表現があるじゃないですか、はい、それを無理やり英語にして、表意って言って、表意一つやることは、ただひたすら楽しい、同時通訳やって、病院を経営してて、しかも始まりました、もちろんチャンネルです。今回はですね、イングリッシュモンスター菊池さんにまたもおいでいただきました、はい、ありがとうございます。認識モンスターチキモン菊池でございます、はい、もう定着しそうですね、はい、チキモンって、はいはい、この動画の前に並べたじゃないですか、はい、トイックのスコアシート並べて、あれのもうめちゃめちゃ誇りで、もう目が痛くてしょうがないです。今回はですね、イングリッシュモンスターの菊池さんが尊敬する、ね、人がいるということで、尊敬するっていうか、もう55まではずっと他の人が何かやってるかとかっていうことは一切気にしないで、自分の面白いことだけをやってきました。気にするのは昨日の自分だけ、昨日の自分に比べて単語を覚えてるかとか、聞き取れないものを聞き取れるようになってるかとか、それだけやってきました。今でも自分より20個も30個も下で、現役の同時通訳でバリバリやってる人を見ると、ちらっと心のどっかで落ち込むことはあるけど、でもまあそれはしょうがないって言って、基本は一人でやってきたんですけど、55ぐらいになって一人明らかに僕の100倍ぐらい聞き取れて、1000倍ぐらい話せる人がいたんですね。その人に影響を受けて感化された、あまりにも差が明確だったので、これは気にしないっていうことはありえないなと思って、それは自分に対して正直じゃないなと思ったので、その人は結構自分で勉強法とか自主的なゼミとかもやってるんで、それに出てその人のモノマネをして、もう60の手習いですけど頑張って真似してます。それはライバルってことじゃなくてですか？彼は僕のことライバルって言ってくださるんですけど、僕はそうなんですね、私にとっては完全なメンターですね。ああ、お師匠さんだからですね、メンター。はい。そんな、ですね、メンターとデサイポーだと思ってるけど、まあ、向こうはライバルって言ってくれるわけですね。その人は一体誰なのか。現役医師っていうか、病院の経営者。お、病院の経営者。かつ同日だっていう。ほわ、しかも当然、医学関係の専門用語は全部。はいはい、自由に使えるので、医学関係の学会とかで同時通訳とかバリバリやっておられる。ほうほうほう。でインチキモンスター、フェイクモンスターですけど、実はジェネウェンモンスター。あ、ジェネウェン本物の、はい、で同時通訳やって、病院を経営してて、しかもボクシングをやってて、え、本当真のモンスターじゃないですか。もう50代半ばなのに、高校の ボクシング部に武者修行に行って、はい、で県青森県のトップレベルの選手たちとスパーリングバリバリやってるっていう、これをモンスターズと呼ばずして、誰をモンスターと呼ぶのか、ね、はいはい、その人は、上田明さんという人です。はい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 。で同時通訳で有名な松本道博さんという、ああ、はい、有名ですね。彼を慕ってずっと英語を勉強してきた人で、で医者になったのはその一つの方便というかね、で非常に珍しい、その松本先生から、はい、俺に近づきたければ英語から離れるっていう不思議なのアドバイスをで、それをちょっと悪い言葉ですけど真に受けて、はいはい、バスケット の八村さんがバカだったから、中学校のバスケの先生がお前 NBA に行くっていうのを真に受けて、ずっと信じてやってきたっていう、それと同じ意味の真に受けるですね、真に受けて、20代の後半から突然医学部を、医者を目指して。すごいですね、20代後半から、はい、もう30近くですね。土木作業員として働きながら、おスタート時点ではなんかサインとコサインも何も分かんなかったんです、何それ食べられるのみたいなでそういう状態で一人で勉強して、おまけに網膜剥離を発症したりしながら全部克服して千葉大学の医学部に入って、はい、でうちのチャンネルにも千葉大学部の人出てくれてますけど、そうなんですか、細井先生、はい、一緒、はい、だから多分このチャンネルでもしチャンスがあったら、ぜひ見てみたいなっていうぐらいの人で、面識はあるんですか、あれがやってる自主ゼミによく参加させてもらってるので、ちょっとお話も言ってもらえれば、はい、ちなみに私がここに来られたのも彼の紹介ですね。え、そうなんですね、はい、R さんと、はい、共通の辻知人だったので、そこで連絡がついたということです。そうなんですね、はい、じゃあ R さんにもお願いしてみよう、何がすごい、まず最初に声が、声も、英語のっていうのは理論としては知ってたんですけど、ああはいはいはい、完全にアメリカ人がアメリカの英語を話す、ああっていう、これ、はいはいはい、これはああ、僕は今必死にやって絞り出してます、はいはいはい、
これが全く意識せずに日本語喋ってる時からあーっていう言葉で、喋れば喋るほど深くなっていくんですよ。で発音よりかやっぱり発声ですね。発音に関しては40の手習いで発音記号を1個ずつ勉強したりしてやってはいたんですけど、どうしても声がどうにもならなくて、で、その声に憧れて、これから動画とかも結構上げてるので、ぜひご覧になってみてください。 YouTube、 ちなみに私のファッション散々ここで叩かれたんですが、はいはい、一部は彼の責任です。そうなんですか。だって半ズボンにサンダル履いて、はい、新幹線に乗って東京に来るんですよ。そうなんですね、うん、なるほど。世の中の常識ある人はこういうもんだと思ってしまった。やっぱ発音がすごい。発音とあとシャドーイングがね、基本は僕にとっては全くやってなかった、この全く物理的なトレーニングを、はいはいはい、ひたすら暗記して暗唱して、うん、それから自分の苦手なところを、これは全く私の解釈なんで、はい、どんどんかなりねじ曲がってると思いますけど、うんうんうん、使ったことのない言葉の組み合わせとかを中心に何百回も繰り返して、はい、で私の解釈ですけど、うん、例えばアメリカ人が日本語を勉強するときにしなければならないって、はい、すごい難しいこと言ってるわけですね、はいはい、全く意識しないけど、うんうん、何をしないという選択肢はないよっていう、はいはいはい、一回否定してからそれを否定してるんだけど、うんうん、日本人はもう幼稚園の頃からもう何も考えずにしなければならないっていうのも、ね、何百回どころか何万回何十万回繰り返して勝手に筋肉が動いてるんで、うん、そこに相当するのが日本の英語教育は一番欠けてるので、ほうほう、自分がそういう上田さんのゼミに参加して、通説に思ったし、ちょっとでも真似しようと思って今タイムとか CNN とかでこれ覚えたいなっていう表現があったら、それ短いものを5個とか6個とか7個とか月単位の時はそれをもうひょっとしたら1000回に近いぐらい、まず暗唱するのも大変なんですけど、暗唱した後それを繰り返して、時間ですね、あとね、なるほど、うん、しなければならないってアメリカ人が繰り返しているのを、うんうん、苦労しながらしなければならないっていう練習しないと、それは筋肉化しないので、ね、言語がね、ちょっとでも近づくために今は必死で上田さんのモノマネをしている段階ですけど、なるほど、そういう今自動化するみたいな感じで、うんうん、どん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 、結果としてスピーキング能力についていくかどうかはちょっと分かんないけど、うん、一つ言えることはただひたすら楽しい、面白い、だからもう60個してるから、これからスピーキング能力が格段に進歩するとは思えないけど、うんうん、ただでも問題は何にもないです、ただ本当に面白いから、うん、なるほど。この勉強して覚えて、うん、で使う練習するってことですか。そうですね、出会った表現を使う練習するってことですか。うん、そう、タイムとか CNN に限らずアニメなんかでもやってますけどね。へえ。でその出てきた表現をこう蓄積して、どうやって使う練習するんですか。一つの理論は実際にネイティブとやり取りしなきゃ進歩しないって、それも確かです、ね、はいはい、ただそれだと回数が限られるので、もうただ暗記してバーって繰り返してほう、暗記して、うん、でそれじゃあ分単位で分単位のこともあるし、段落丸ごとやるときも、段落丸ごと覚えて、はい、それを、まあ、うん、暗記して出すっていうわけですね、うんうんうん、うん、それは楽しいわけですね、うん、楽しいですね、うん、暗記の時はコツあります？なんかやっぱ意味わかんないとダメとかってよく言うじゃないですか、意味わからずただ字を覚えようとする人、大概なことにタイム読んでもエコノミスト読んでも意味がわからないっていうことはまず、単語が知らないっていうこともまずないので、うん、まあ、そのところはないですね。ただコロケーションとして自分がスピーキングとかライティングとかにまず使わないだろうなっていう言葉の組み合わせはやっぱり丸暗記するのも大変なので、うんうん、でそこがでも言ってみればチャンスだ、はあはあ、書いたのはネイティブですから ね、 そうですね、ネイティブはこういう言葉の選択をしたからこれモノマネして覚えちゃおうっていうのをやってると非常に楽しいです、うん、それがあれですか、上田さんが言ってるようなことなんですね、うんうんうん、はい、それでその上田さんのものにこう触発されて、で憑依するっていう日本語があるじゃないですか、はい、それを無理やり英語にして憑依ングって言ってね、憑依ング、はい、で京都で会った時に彼は気仙沼から今日のちょっと勉強会議で車で京都に来たんですけど、その何時間ひたすら2分ぐらいのレーガン大統領の演説を、それをずっとレーガン大統領の魂を召喚してレーガン大統領に憑依して、で私の耳からもう全く完璧に 100% 完コピに聞こえることを何百回何千回とやってる、イタコ術みたいなんですね。これをそれを、まあ、さらに極めるらしいです。へえ、いやぜひじゃあ早速、うん、今日連絡してみます、はい、これから出てくださいって言って、まあとか東京来る時っていうんですかね、はい、ただ、うん、時間的には非常に厳しいと思うけど、
でも医者ですよね、お金持ってるから教員をね見せてくれるかもしれないですね。多分やってくると思いますよ。自分だけいいっていう人ではないので、はい、じゃあその教員に期待しながら、うん、上さんをぜひお呼びしたいと思いますので、うんうん、期待しててください、うん、はい、はい、本日はですね、菊池さんにおいでいただきました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。